はい、皆さんこんばんは。こんばんは。さあ本日 IWC Day 4セミファイナルの模様をお送りしておりますけれどもね。さあまあ第一試合はミオファイブということで HR vs ITZ、 まあ ITZ の勝利となりましたね。そうなりましたね、まあ、3勝1敗のところで、まあ、ITZ 非常に強かった印象をつけたち、シリーズでしたね。まあ2戦目のところのコグマウでしたか、1戦目ですか、1戦目でのコグマウであったり、2戦目の、あ、違う、最後の4試合目のところのシバナであったりと、はい、かなりこう各プレイヤーが実力を発揮した上で勝利した形になってましたね。HR のミッドレーナーもまた印象付けたかなという印象も僕はすごく強いんですけど、そうですね、イズリアルのところでかなりアグレッシブになってしまったと思いきや、デッドでしっかりと返したりもしましたからね。非常に素晴らしいプレイヤーだなと、今後の活躍はかなり期待できますし、今後ロシアから、ロシアじゃないですね、 CIS の地域から目は離せないのかなと。今回でファンになった方もいらっしゃるかもしれないですね。アーリーソロキル 2,3 回やってましたからね。しましたからね。あのデドは素晴らしかったですね。さあそして次のゲーム BKT vs BJK となっておりますけれども、 BKT がバンコクタイタンズ、東南アジアタイ代表のチームですね。急遽今回、優勝したサイゴンファンタスティック5の代わりとして、まあ、彼らはビザの問題で渡航ができませんでした。その代わりとして急遽参加したチームなんですが、あ、グループステージのところは5勝1敗で1位抜けと、かなりびっくりするような成績で勝ち抜きましたね。対する BJK は地元トルコ代表のチーム、あのホームの後押しもあって圧倒的な強さで勝ち上がるかなと思ったんですが、そうはなりませんでしたね。ちょっと苦しんでますね。この対決非常に楽しみですね。はい、さあそのでも BKT はまだ地元のその国にもう一個上のチームがあるという、はい、ことですからね。はい、そうなんです。 BKT はその SA5 に決勝戦で 3-0 で敗れてますからね。はい、じゃあそれではバン&ピックの方を見ていきましょう。さあブルーサイドが BKT、 パープルサイドが BJK となっておりますね。アーリをファーストバンしましたか。これは BKT、BJK のミッドレーナーの方のプレーを警戒したということですかね。初日にこの BKT と BJK、対戦しました。その際 BKT が勝ちましたね。はい、つまり BJK としては、あ、ここでやり返さないとズルズルといく可能性もないとは言えないので、ちょっとこの初戦非常に重要ですね。なるほど。さあカリスタ、レックサイ、ヘカリムとバンが続いています。ちょっと珍しいですね。あの BO5 っていうのは結構1戦目ってバンピック決めてる印象は僕の中ですごく強いんですけれども、パンパンパンといく場合が非常に多いですよね。今回ただどうなんでしょう、 BKT が予想外のバンだったんですかね。カリスタをバンされるのが意図してなかったのかもしれない。そういうことかもしれないですね。これ面白いのが、あの両チームともジャングラーとしてウディア得意なんですよね。そうですね、特に BKT の方は何度もピックして勝ってますね。 BKT ウディルピックした時の勝利で 100%、 BJK も負けてはいないですね。先ほどの一つ前の試合のピックのところでもウディル出てますからね。さあモルガナをバン、悩んだ末ですね。そして BJK はグラガス。さあここからファーストピックです。少しお互い悩んでいる様子ですけれども、どうしますかね。セジュアニはウディール、特に序盤のところでのウディのカウンタージャングルが非常に苦手としてますから、セジュアニをすぐさま取るよりも他のチャンピオンを BKT が優先しそうな感じがしますね。何が残ってますか。ルルーモルシャー使いますか。いやこのプレイヤーサポートの方のスレッシュ僕かなり印象に残っているので、あー、はい、まあ、ノーチラスかスレッシュを初めに取るのではないかなと予想してますが、ノーチラス取りますかね。他はそうですね、ルール、シビルあたりですかね。まあ、シバーナ先ほどのゲームを見ていれば、現地で見ていましょう。ああ来ましたね、スレッシュ。この方のスレッシュは先ほど ITZ ボットレーン素晴らしいプレーを見せてましたけど、あのボットレーンに勝ってましたからね。はい。す
好きですね。いやー好きです、この方のスレッシ僕大好きですね。さてそれに対して BGK どうするのか、セジュアニを取るのか、もしくは他のところを優先するのかですね。このままリブンとラムスを取ることはないのかなという感じはしますよね、はい、BGK はルルゴを得意、ミッドレーンの方が非常に得意としていることもありますから、早めにルルを取って相手のピックに対応するといった方法もありえますが、ヌヌロック、ロック魔王界、トップレーナーの方の得意チャンピオンである魔王界とやはり正常に取りませんでしたね。序盤のところからカウンタージャングル、マップコントロールのできるヌヌを優先しました。そしてやはりクリア出てきますね。さあ両チームともかなり序盤に重きを置いているチームですか、それとも中盤、序盤から中盤にかけてですね、特に中盤のところにかなり重きを置いている構成が多い、両チームになってますね。ここでルシアン、あ、序盤にじゃあ強い、構成からの集団戦が一つ見どころにはなってきそうですね。そうですね、 BKT の勝ちのパターンをよ見ると、レーディングのところではどこかのレーンを負けていたとしても有利のレーンを作って、その有利のレーンを生かして中盤スノーボールしていくという構成、戦い方が非常に多かったですからね。さあ確かに強いですね、序中盤、はい、ここで構成としては固まりつつありますね。ただしジャンナルシアンということで、こちらも非常に強い構成になってきました。 BGK、 そうなんですか、そのヌヌジャンナと揃えつつもレイトゲームADキャリーを取らないというのがこのチームの一つ特徴になっていると思いますね。通常であればジンクスやコグマウといったものがよくピックされるんですが、はいはいはい。そしてゼドとなるとトップに AP が必要なのかなという感じがしますね。ランブルが空いてますか、もしくはリサンドラですね、はいはい、あ、変えてきましたね。ルブランクでトップをどうしますか、あ、何がありますかトップレーン、相手に飛び込んでいくチャンピオン、シバナやナーが一つ、おっとリーシン、スマイト TP リーシントップレーン、フナティックのトップレーナーのフニさんがやってましたが、はい、ロックしますか、おっとここに来た、おーロック、いやウディールトップはないですよね、ないですよね、ないですね、まだ分かんないですが、ちょっとここ楽しみですね。そしてここ BJK ミッドレーンをどうしますか、はい、ルルというのも一つありえますが、オリアンナレイトゲームのダメージ優先しましたか、なるほど、スケールチャンピオンを1チャンピオンということになると思いますね。今までのところだとここアーリアルもしくはそういったミッドゲームに非常にパースパイクを置いているチャンピオンをピックすることが多かったと思うんですが、今回はレイトゲームを見据えた構成 BJK しそうですね。さあ BJK ゆっくり時間を使いながらピックアンドバンを、どうやら行って、少しリラックスしたいといったような表情も見受けられますね。そしてここリーがどこに行くのか確認したいですね。やはりトップですか、トップですね、スマイトは持ってませんがね、持ってほしいですね、持ってほしいですね。ここをちょっとこのリーシンの動き注目どころになると思いますね。狙いとしてはやはりルシアンやオリアンナに対して、圧力をかけるのがこのリーシンの役割になっていると思います。シビルのウルトで MS アップを生かして敵のバックラインに入り込んでインセクキック、つまりウルトで相手のキャリーを味方の方に飛ばすような動きが求められていると思うんですよね。それに対して、はい、ヌヌとマオカイ、そしてジャンナという強力なディスエンゲージ、フロントラインが揃ってますから、 BJK としては落ち着いて対応すればこのウディールであったりリーシンであったりといったところには問題なく対処できそうではありますが、はい、問題は
ミッドレーンのマッチアップ、ルブランク VS オリアンナ、ルブランクの方が非常に有利なんですよね。そのところで、BKT にミッドレーンから有利を作られてしまうことが考えられるので、うん、そこはどうにかして、ジャングラーや、まあ、サポートもしくはオリアンナ個人のメカニクスで返さなければならないと思いますね。ただルル対ウディアであればね、これ2V になった時やはりルブランの方が有利になると思いますがね。なかなか行きづらいですよね、ヌヌからすると。かなり行きづらいと思いますね。そして CC チェーン、あのチェインからのスネアからのスタンといったところでバースト非常に高いですからね。この2人はどうしますかね。あとはやはりこのスレッシュシビル VS ジャンナルシアンといったところでスレッシュのフックの精度が非常に高いんですよね。そこはかなり BJK としては警戒しなければならないと思いますし、 BKT としてはそこ有利を作れるポイントだと思いますね。つまりボットレーンでアクションも起こしやすい、はい、全レーン見逃せないですね。トップレーンもリーシンがいますし、そうですね、どこ 見てくれますかね、カメラは。そうですね、どこを選んでくれますかね。そこちょっと注目しましょう。はい、はい、さあそれでは見ていきましょう。 IWCI、デイ4ですね、デイ4ですね、はい、セミファイナル、BKT vs BGK の第1試合見ていきましょう。ブルーサイドが BKT、 パープルサイドが BGK。 ここは今大会多分初めてですね。スマイト、あ、持ってますね、リシン持ってます、来ましたね。そしてマチェットスタート、もう完全にジャングラー2人、2ジャングル構成に近い形になりますね。もちろんリシンはトップレーンを担当するとは思いますが、おっとオリアンナ、光りましたか。ここちょっと楽しみですね。そして気になるのがですね、スレッシュがイグゾストではなくイグナイト、今大会初めてだと思いますね。持ってることも見逃せないですね。ああ本当ですね、ここ今までずっとイグゾーストだったんですよね。ここに来てよりレーンのところで有利を取ろうという考え方に変わってますね。エグゾーストを当てる相手がいないというのもあるのかもしれないですね。もちろん、確かにルシアンやオリアンナにイグゾーストを当てに行くのはなかなか難しいですからね、まあ、復興を当てれば可能だとは思いますが、それよりもレーンのところで有利を取ろうという考え方にちょっと変えたようですね。いや、そして2スマイトで、ジャングルをスワップして回っているというのはさすがジャングラーですね。早いですね。おお、そしてマオカイもレベル2をスタートした後に入っていくという形。これウディールスマイト残してるんですね。ここで使いましたね、はい、ヘルスを回復するためでしょうか。だと思いますね。このままトップに現れたのであればダイブ、フォーマンダイブを見せてという形ですか。ここで逆に BJK がミニオンを止めて、ミニオンを止めている、まだ止めている、まだ止めています。ちょっとウェブのコントロールをボトルの2人がうまくいけてなかった。そしてヌヌがそれを見てすぐさまフォーマンダイブから赤バフのとスピールトレードに切り替えましたね。これはちょっとレーンコントロールミスですかだと思いますね。ちょっと連携が取れてなかった、うーん、レーンのコントロールミスなのかコミュニケーションミスなのか。おっとここ待ってました。テレポートを使ったところ、イグナイト入ってます。さすがでうまく逃げている。タワーダメージをもらいながらスレッシャーっとやりすぎた。ファーストボール取っていくのは魔王界。そしてボットレーンでもダイブが成功。BJK いきなり有利になっています。ただマオカイさすがに捕まりそうですが、いやスローで追いつけますか。スローもう一度ワード置いて、あーダブルで逃げようというシーンですが、ただアシストはありませんね。ウディアのソロキル、いや今のところスレッシュがちょっと欲張りすぎましたね。そのまま下がっていれば復興を打たなければ、あ、なんとか生き残っていたシーンでした。そしてボットレーンのとこでもやはりフォーマンダイブ、スリーマンダイブですね。あのイグゾースト使ってからのうまいですね。しっかりと丁寧に、タワーのアグロを交換しながら、あ、しっかりとフォーカスを合わせて、キル投げましたね。フレイはクールダウン中のようですね。
先ほどフラッシュで受けてましたけど、スレッシュのフックの方向にはしっかりと真岡いましたからね、やはりこのスレッシュのプレイヤーのフックの精度は見逃せないですね。そしてここからキルの有利を取ったルシアン、装備の有利できてますからトップレーンに当てに行きましたね。あとしかもかなりヘルスの有利取れそうですよ。さ竜巻をスペルシールドで回避はしましたが、ダメージ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 、あーヒールフラッシュイン倒しきる、これは大きい。さあレイ、ただしウディールがウディア、これフラッシュがない、スマイトスローがかかっている、シールドを耐えますがスタンブリンクアウト、ランタンで近づくプレイ、ここはさすがにスレッシュうまく返していきますね。いやただ今のところでルシアンにキルが入った一方でシビルには入っていない、しかもアシストすらもらっていないといったところで、装備のアドバンテージはルシアン、そして経験値的なアドバンテージ、あ、さすがにまだないですか。ルシアンは戦った時点でレベル3でしたからね、その後も経験値も吸えませんでしたか。ただ BJK が一つリードできてますね、ここまでのところ。ミニオンシャワー受けますが、受けますが、まあヌヌなんでといったような動きですか。そうですね、あとはルシアンのためにミニオンをコントロールしたかったということもあるかもしれないですね。さあコントロールできて経験値吸うことには成功しましたね。成功しましたね。そして素晴らしいのはミッドレーンのオリアンナが CS 負けてないことですね。このプレーは素晴らしいと思います。これで一つ序盤のところミッドから試合を動かされる可能性が随分と低くなりました。そしてルシアンが有利を取っているということを考えると BJK はかなりうまく序盤のところ展開できていると思いますね、はい。さあただトップレーンのタワーがそろそろ折れそうですか。 BKT どのように耐えていくのか。どうでしょう、ボットのファーストタワーが折れていることを考えると、まあ渡しても無理に守る必要もないような感じはしますが、ただ折りに行けないですか、布の位置が分かってないですしね、はいはい。そして魔王界のテレポートがそろそろ上がる、あ、リシのテレポート上がってますね。ここで例えばフナティックのフニー選手が使っていた時のスマイトテレポートリーシーンというのは、ここプッシュした後敵のグロンプに入っていってスティールのというのを何度も繰り返して敵のジャングラーに圧力をかけるという動きがしていましたが、ちょっとできてなさそうですか。リーシーンは先ほど自身のジャングルのゴーレムを勝っていましたが、入れてはいませんですよね、はい。ちょっと狙い通りにはまだ進んでないですね。現在7分30秒 1.3K 有利を取っているのは BJK ですが、ミッドレーン徐々にルブランク圧力かけ始めましたね。ただタワーを受けてしまったことでヘルスの有利といったものが生まれませんでしたね。徐々にポーションを使って帰る、ジャンナ狙っている、エグゾストイグナイトは入っている、竜巻で2人打ち上がっている、ランタンに乗れるか、ランタンに乗ってくれない、乗ったがルシアンがダメージを出している、一直線に並んでいるところウディアが来る、ウディアが来る、スローで一度返します。パワーダイブはしないという判断。今のところどうだったんですかね。ランタンに乗ろうと思ってミニオンを通常攻撃してしまって乗れなかったような感じがしましたね。非常に惜しかったですね。そして今のところでスレッシュのイグナイトがなくなったことによって、まあ、タワーは折れてしまうとは思いますが、おっとテレポートしました。来ますよ、テレポートも入ってます。さあランタンに乗ったシバウルト、シビルウルト使ってます。さあヌヌのスローからここはフックで時間を稼ぐが、ルシアにキルを渡したい。さあルシアにキルが入る、ここにウディアカバーに入りますが、下にはマオカイがいる。さあルシアンダウン。さあここからリーシーがテレポート飛んできている、フレイでスローがかかっている、マオカイを狙う動き、ヌヌはもう逃げるような形、いや援護に入りますね。オリアンナが来てますから、後ろからルブランクが来てますね。さあルブラン、そしてオリアンナをなんとソロキル、返しますね。今のところルブランクのデコインでしたか。そうですね、デコイですね。カッシブの、まあ、身代わり的なそういうものでしたね、はい。いやー、 BC のテレポートの反応が若干遅いかなと思ったんですが、このルブランクがオリアンナを倒したこと大きいですね。後ろからついてきてることにオリアンナの方気づいていなかったかもしれないですね。そしてその意識の差といったところを生かして、ルブランク倒しましたね。これは大きいですね。
どういった部分でここで、しっかりと耐えていたオリアンナがちょっと潰れてしまった装備のところでやはりラージロットができてますね。ルブランクこれでよりダメージのトレードといったところで有利が取れると思います。なおかつ今のところでウディールに3キル入ってるというのも見逃せないですね。まあ、今までのところで3キル入ってましたよね。青バフにプレッシャーかけられたときに BJK 返せるのかといったところで疑問がありますね。やはり青バフがないとオリアンナは厳しいと思いますね。どういった部分で厳しい、ね、やはりこうプレッシャーを受けたタワー下でプレッシャーを受けたときに、ウェブクリアで重要になってくるのはオリアンナのスキルですよね。そしてスキルを何度も回すことになります。マナがどんどんなくなっていく。この段階一応聖杯変えていますが青バフがないとすぐさまマナが切れてしまう状況になってしまうと、ですからそのミッドのタワーを守りづらくなるわけですね。青バフがなくなるとその青バフを守るためでしょうかね。スカットラーはまず借りましたね。積極的に仕掛けていきますね。でヌヌがマップのコントロールをしてルブランクに圧力をかけようとオリアンナのレーンを楽にしようという意図が垣間見えますが、ただスレッシュも対応してますか。してますね。さあそしてボットレーンのターンを狙いに行くのはシビル。シャンナンシールドからの竜巻ですがシールドできっちりマナを回復してくれる。さあありがとうという形ですね。そういった形でしたね。してこのリンシンとマオカイの対マンだとどうなんでしょう。マオカイの方が有利のような感じがしますね。この装備差だとカタリストのありカタリストのパッシブであるサステインもありマオカイもパッシブ自身持ってますからね。ヘルスのトレードといったところではマオカイの方が有利のような気がしますが、遊びでシンダーハークができましたね。さあまずはシンダーハーク。ヌヌ、あやはりミッドレーンとにかくヘルプに入りますね。入りますね。ここミッドのファーストタワーが折れるとルブラン君のロームがより強力になりますしマップのコントロールといったところでも辛くなりますからね。さらに魔王界まで入ってます。トップの CS のワード残してるんですがよりミッドのオリアンナの方が重要だという判断でしょうね。仕掛けますね。いやこれが重要です。この積極性ルブランクこの積極性非常に重要だと思いますね。ここでミッドのタワーを折ることで BKT としては戦いをスノーボールさせることが可能になりますからね。つまり敵のジャングルに簡単に入れるようになるウディールのこの弱点である敵への接近というのが難しくなるんですが、それがジャングル内であれば問題なく接近できますからね。敵のジャングルをコントロールすることでウディールの強み対マン性能1対1の性能スタンをばらまくことができますから、ここを積極的にミッドのファーストタワーを狙っていきたいですね。さあドラゴン開始しています。ここに気づいたのは BJK。 一生懸命リューナウディア、そこにジャンナが対応しますがスレッシュも寄った。3ヌヌが寄っている。その間にシビル上にファーストタワーを折らせました。はい、さあフルトはボックス綺麗に入っているプレイで一度時間を稼ぎますが、ここはさすがにスレッシュダウン。ルシュンのルトが綺麗に入りました。そしてフラッシュインからのスロー、ここはシビルのウルトですが、このヌヌのウルトからさあルシュンのキルダブルキル持っていく。ルブランクが来ますが大丈夫そうですね。今のジャンナの打ち上げがしっかりと入りましたね。素晴らしいですね。このジャンナのスキル精度の高さ、そしてドラゴンは取れそうですね。ウディールもいない、スレッシュもいない、オリアンナもカバーするでしょうから問題なく取れると思いますが、ルブランクのバーストでスティールされることが一つネックではありますが、ヌヌですからね。狙ってますよ。ただしっかりカバーしましたね。カバーしましたね。これで取りましたね。さあファーストドラゴン取っていくのは BJK。 そしてトップレーンではやはりまだリーシンが辛いようですね。押し切ってという形はまだ作れてないですね。ここからトップのセカンドターンまで押し切って敵のジャングルに入っていってジャングルを借りながらもオリアンナに圧力をかけるという動きがリーシンにはできますので、それができればオリアンナタワー下にいることすら辛くなりますよね。前方からはルブランクの圧力、上のトップサイド側のジャングルからリーシンの圧力といった形になると非常に辛いですからね。その圧力をかけようという動きですね。トップサイドに入っていっていますね。かなり
単純に青バフを持ったオリアンナに対して正面からおっとフラッシュイン、完璧フレイ、フラッシュアウトを選択。フックは少し当たりませんでしたが、これでフラッシュを落としたことが次のダイブにつながりますからね。 BKT としてはいい布石ができたと思いますね。ただウディールのフラッシュ、スレッシュもフラッシュを落ちてしまったことに考えると、そのままオリアンナ倒しきりたかったのかなという感じもしますが、フックを当てる自信があったということでしょうね、まあ、その自信を持つのもよくわかりますね。これまでのところ素晴らしい精度を見せてますからね。さあ15分という段階です。リアルブレッカーチジャンナが前に出れませんね。出れませんね。ボットのファーストタワー、トップのファーストタワーを追っていること、ミッドだけしか残っていないこと。ああこれでミッドのファーストタワーがなくなったらもっと辛くなるでしょうからね。ジャングルの視界の掌握といった点で BKT の方が有利になった。また当てる、当てる。さあランタン置いてる、フレイボックス入った。ルシアン 99% スロー、ランタンに乗ってるのはウリア、そしてスタンをきっちり決めていく。ジャンナのルトをやってからのルシアンフラッシュアウトル、おお1キル拾い返しましたが、ここはシビルの1キル返し。さあそしてルブランクとリーシンが来ました。ルブランクとリーシン来ているが、ここのヌーのウルトは最大栄翔入ったか、いやただキルには及ばない。さあ魔王界が1キル拾い返しましたが、3V1 フラッシュアウトを選択。さあ23交換、オリアンナの位置は分かっているようですね。やはりまだちょっとダメージが、さあこのボールが怖い、ルートはない。さあオリアンナどうやって時間を稼ぐか。ルブランのチェインが食らいたくないが、食らってしまった。そしてきっちりシビルに渡しましたね。渡しましたね。これで2キルと3キル BKT が取って、 BGK としては2キルでしたか。いや今のところやはり敵のジャングル内で当たれば、そしてスレッシュのフックも見事でしたが、ウディールの強みといったものが一つ生きてましたね。ルシアンがウルトを使ってダメージを出そうとしましたが、すぐさまウディールがスタンを当てて止めてましたし、この戦う場所の選択といったもの BKT 非常にうまいですね。さあ現在16分50秒、もうすぐ17分というところですけど、キル差が88って、金額差も500ゴールド差ということで、 BKT 側は若干有利な程度しか差がついてません。タワーも2対1ということですね。ここはやはりルシアンがキルを取っているといったところが、まあ大きな差に現れてない要因だと思いますが、サイドレーンのタワーが両方とも折れていることを考え、そしてなおかつマップのコントロールも取られていることを考えると、 BKT の方が今の時間帯非常に有利だと思いますね。チャンピオンの性能的にもルブランクとシビル、この時間帯非常に強いですからね。オリアンナはまだまだ装備が必要です。この時間あと、そうですね、オリアンナの2つ目のコアアイテムである、ラバドンズデスキャップもしくはゾニアザワグラス、どちらかができてからじゃないと BGK としては戦えないかもしれないですね。さあミッドに圧力をかける、集団戦をしたそうなイメージですか BGK は。そうですね、オリアンナのウルトが当たれば、そのルシアンがダメージを出せる環境は作れると思いますから、そこを狙ってるのかもしれませんが、 BKT としては全連を押し上げてミッドに圧力をかけたいと思うんですが、うまくまだ作れてませんね。作れてませんね。ただオリアンナ火力出始めましたか。そしてただルブランクエコーができていることを考えると、プッシュも早いですし、バーストも出ますからね、むやみに、当たらないことも重要になってくると思います。次のドラゴンどうしますかね。BJK としては既に人取っていることを考えると、渡す判断も可能だとは思いますが、テレポートクールダウンは全く同じなので、トップレーナーがどう寄るのかも一つ注目していきたいところになるでしょうか。敵のジャングルに入っていってトップのセカンドタワー赤バフといったところをコントロールしようという意図が見受けられますね。これでトップに圧力をかけたことによってリーシンも動けると、しっかりとワードを置いて把握できてますね BJK、はい、ただボトムビッグウェブができていたところでルシアンが離れてしまった。さあ一気にミッドレーンに圧力かけてますね。下がらざるを得ないですね。ここのウェブのコントロール、ボットをしてからミッドに集まるとこの動き BKT 非常にいいですね。さあそのまま裏に入っているのはリーシン、これちょっとやりすぎた。キックを魔王界にかけたスローはギリギリ逃げることに成功、シビルのウルトをもらってスローはスペルシールド。
無理をしましたが、キックとダブルのブリンクがあってなんとか助かりましたね。今のところああいった無理をしなくてもミッドのファスターが取れたことを考えると無茶だったのかなという感じもしますが、ただブルーバフは取ってないですね。取れてないですね。まだオリアンさんにとっては重要ですからね、はい、必ず取らなければならないですね。そして真岡井に仕掛けたが真岡井硬いですよ。サフトで止めている。真岡井スネアがある。スネア張ったがフラッシュアウト。さあただついていくランタンを置いてますが、ランタンに乗れるかどうか。いや乗れない。ルシアンがキルを狙おうとするシーンですが、ローライフで生き残っているのはルブランク。さあ BJK うまい形でヘルスの有利を取りました。ドラゴンにラッシュしそうな形にはなってますが、一旦止まりますか。止まりますか。ヌヌのヘルスがないことを考えると厳しいということかもしれない、ですね。もしくはここで無理をすることなく時間を引き延ばそうという狙いがあるかもしれないですね。レートゲームのスケールでいうと BJK の方が優れてますからね。マオカイというレートゲームでは非常に強力なタンク、そしてオリアンナというレートゲームエピキャリーがいますからね。さあドラゴン開始。いやリーシンとフリーヤのこの2ジャングラーが2ジャングラーでいいんでしょうかね。2ジャングラーでいいんですかね。さあ取りました。ランタンに乗ったのはウディア、そしてリーシンはダブルのブリンクで生還と。そしてそのままミッドへのルートをカットしながらミッドのファスターを狙うような動きをしてるんですね。ここ一つ BJK からするとやっぱり折っていきたいところ。そうですね、オブジェクト取れるものは全て取っていきたいという、取っていけばそれだけ試合の時間は伸びていきますからね。無理はしませんね。いやオリアンナの育ち具合からするともうちょっとかかりそうですね。だいたい 180cs から 200cs あたりでこう2つ目のコアアイテムが揃う場合が多いですから、そう考えるとまだまだ時間がかかりそうですね。まあなんといってもロット欲しいですよね。欲しいですね。さあそのロットまで、おっと帰ったと見せかけてのミッドのファーストですか。いい動きですね。ただ後ろからウグランテレポートも来ますよ。ピンカードに行ってます。さあウグランもう一度チェイン狙うか。さあここはマオカイがとがめてルシアンのウッド、オリアンのフック食らいました。さあただオリアンのフック食らっているか。ここじゃん助けられるか。いや助けられない。シビルがきっちり勝利をした。さあルシアンがリーシンを倒してますが、そこからの展開ルシアンが前に出てフォーカスを合わせている。ルブランついにターン。さあそのままウディアが前に出る。いやただシビルが完全にフリー。さあスマイトを打ってフラッシュアウトを選択。フックは逃れることにはなりましたが 2-3 交換。このままセカンドタワー取れるでしょうね。サードタワーまではちょっと分かりませんか。ランタン、ランタン、プレイ。おっとまだ行く、まだ行く、まだグワーッとミニオンがブロック。今の動きでサードタワーは取れそうにないですね。ちょっとアグレッシブというかキルを狙ってた。まあもともと無理だったとは思いますが、それでもかなりアグレッシブですね。ただその代わりにレッドバフは取れそうですね。取れそうですね。いや今のところの集団戦スレッシュが決定的な復興をリアンナに当てましたね。その後ウディールがちょっとスタンスの変更をミスりましたが、ここですね、これですね、オリアンナへのフック。しっかりとオリアンナにフォーカスを合わせ落とし切って、この後ウディールがルシアンへとフォーカスを変えるんですよね。ここですね。そうですね、見事ですね。この間シビルに触れることは BJK できませんでしたね。いやオリアンナが真っ先に落ちてしまったことは本当に大きかったですね。振ると抱え落ちですか。いや打ってはいましたか。打ってはいたと思います。あ当たってはいませんでした。当たってませんでしたね。シビルにも当たってませんでしたしね。ルブランクを狙ったウルトだったんですが、その今の集団戦のところで鍵になったのはスレッシュとウディール、そしてシビルのこの3チャンピオンでしたね。さあ現在23分30秒。ルブランクちょっと珍しいビルドを切ってますね。さあタワーダイブをしようというところにシビルウルトを切りましたね。ルブランクが面白いビルド。最初ルーデンズエコーに行ったんです。その後赤聖杯にしましたね。僕は鬼本か何かだと思ったんですが、赤聖杯でマナーのところと、あとマジックレジット、マジックダメージ確かに多いですからね。魔王界、ヌヌ、オリアンナ、そしてジャンナといったところで赤聖杯のマジックレジストと、マナーの回復といったところを重視したんでしょうね。まあもう火力はあるということですか。そういうことだと思いますね。
いやーウディールが縦横無尽に敵のジャングルに入っていってますね。はい、ちょっとコメントがすごい面白くてちょっとクスッと笑ってしまったんで深夜テンションな感じですね。そうですね、僕は好きですよ。はい、さあここから2000ゴールドの有利があるのは BKT ですけれども、今後狙いとしては何がありますかね。そうですね、まあレイトゲームになればなるほど BJK の折り合いなんか怖くなりますからね、はい、できるだけここでオブジェクトの差、グローバルゴールドの差を広げておきたいと思いますね。さあ、リーナ、圧力をかけていくのは真岡、真岡にエコー発生、スローもつけているスタン、チェインが決まってコンボ CC、チェイン、さあスローからボックス、綺麗に入ったが、ジャンナのウルトで返したが、前にランタンに乗って出ていくのはウディア、きっちり密着して、シビルのキル、真岡が落ちたのはでかい。これでトップのセカンドタワーを取りながらも、どうしますか、その後サードタワーまで行けますか。いや、折り合いだ。おっと、サールブラン9当たってますが、ルイシン無理はしません。フラッシュがないですからね。さあ、ルシアンを狙いに行くのはルイシン、横から狙ってるぞ、横から狙ってる。キックがある、キックがある。バードブリンク、キック壁ドンにはなる形だが、エグゾーストが入ってる。さあ、ショックウェーブ2人返してはいる。ルブランが入ってるため追撃はできない。オリアンのナイスショックウェーブですが、ダメージがまだ足りない。さあ、タワーをゲットしたのは BKT。いやー、今のルブランクとリーシンの圧力で、タワーをそのまま折れそうかなと思ったんですが、 BJK もしっかりと返しましたね。ただやはりその前のところで魔王界が落ちていたことが影響しましたね。そのままトップのセカンドタワーまで折りました。 BKT としては徐々に差を広げていますね。ただ BJK としてももうすぐオリアンナの装備揃いそうです。ここが揃ってからが一つターニングポイントになれを作れると思いますが、慌てる必要はまだないと。そういうことだと思いますね。さあ、慌てなくていい、どっしりとということですが、ただドラゴンだ。さあ、先手視界を取っているのはルブランクがいい位置にいるところを捕まえますか。さあ、ヘルスかなり削れているぞ。これは大きい。ウディアが壁になりましたが、ランタン置いている。これ逃げ切れそうにないぞ。さあ、ウディアこれは壁をする形。ああ、乗れましたね。そしてルブランうまくローヘルスですが、ダメージを出してヌーノを落とした。さあ、ウディアが落とした形。さあ、ルシアン一度フリーになりますが、マオカイがきっちり援護。さあ、ここにまたウディアのスタンが入る。ルシアンがまたフリーシュート。さあ、オリアンナが1キル取ってますが、スレッシュもランタンをマオカイを落としている。さあ、シビルもルシアンを落としていますが、オリアンナがやはりダメージを出し切れない、まだ足りない。ウルトを使うタイミングなかったですかね。まだ残してますからね。かなりこうばらけた形で BKT が戦っていましたが、オリアンナが狙いを絞れませんでしたね。そしてタワーゲット。やはりそのシビルの MS アップを受けたアサシン2人バック。おーっと、ルブランクWRQE でタッチダウン。あ、こういった構成の時にシビルの MS アップはかなり、凶悪ですね。 BJK としては逃げれませんでしたね。ルシアンがしっかりとカイトしながらポジション気をつけながらダメージを出してたんですが、一瞬の隙をルブランクがついて倒しきりましたからね。ちょっとルブランクをバンする理由が分かる気がしますですね。さあ、バロンラッシュ、これバロンラッシュですよ。ただスレッシュが確認できてますね。確認しましたね。はい、ピンクワードがあります。ただボットにウディールがいますよ。さあ、これラッシュしますよ、しますよ。ただリーシンがいます。テレポートあります。ここでちょっと画面が止まりそうですが大丈夫ですね。さあ、リーシンスティールができる。テレポートしたが、ちょっと画面が、あー、ルブランのダメージ、ジャンナが落ちた。さあ、そしてリーシン取れるか、取れるか、取れるかというところで取ってない。マオカイが取った、マオカイが取った。かなりラグが発生しているが、さあ、ヌヌのウルト、さあ、スローエリア発生している。ルシアンはウルトを打ってますが、気づけばルシアンのみ。そしてオリアンナがいますが、いや、ダウンしない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 、届かない、届かない。オリアンナが守っている、守っている。スロー、スロー、スロー、守り抜いた。ジャンナダウンのみでバロンゲット。 BJK 何も言えないですね。さあ、ちょっとラグが発生してましたが大丈夫そうですかね。まだ
とずっとリプレイですね。リプレイもちょっと見れそうにないですか。そうですね、飛んでますね。オリアンナのシールドが入ってブリンクかフラッシュ、ブリンクですね。 E のブリンクで逃げたんですね、裏に。でスタンをもらったところ、なんか魔王界がスネアで止めて殴れない。そしてライフスティールで40回復してます、ね、スタンですね。40のライフスティール、ちょっと算数大変申し訳ないですけど、ラグが現在発生しております。原因を今、試しますが、まあこういったこともありますよね。そうですね、はい、キックですか。あ、キックですか。リーシンのキックですかね、ひょっとするとリーシンが助けちゃった、なるほど、可能性があるそうです。ちょっとリーシンのキックの可能性がというコメントがありますね。さあもう一度当たりに行く。さあ何が起こっている、全く分からないが、マオカイが非常に硬いと。ダメージを出しているのはルシアン。Q が、いやルブランが狙っていますが、ボックススレッシュの位置がルシアンがすごくいい位置にいるように見えるんですが、はい、いるように見えますね。そしてこれショックウェーブ、3人囲みましたが、いや2人ですか。さあいい形に入った、一気に BJK 前に出れるところ、バロンバフがある。取れてますね。マオカイはテレポートがあるのでリコールしますね。そのままミッドレーンに行く。さあただスーパーミニオンが非常に硬いですが、 BJK これでタワーを1本ずつでも折っていければ戦えるところまで来ますよ。さあウディアはローライフのためにリコール、スレッシュもライフ半分、ルブランもトップへの位置。さあこのタワーを捨てるざるを得ないでしょう。さあ問題はサードタワー、サードタワー、インナータワーを折り切ることに成功。魔王界 TP がありますが、ここは無理はしません。前に出てきたところを咎めるかもしれないですね。いい位置にワードはありますが、あ、無理は しないですね、BKT も、はい、ただちょっと状況がつかみづらくなってますね。おっと、ここはリプレイです ね、オリアンナのウルトが何人入ったんですか、これ2人ですね。あ、芝とスレッシュですね。芝に綺麗に入ったことが大きかったですね。さあちょっと本家がどうやらラブが発生しているようですね、はい、さあ現在32分だというところですけど、 BJK ついに盛り返してきましたね。盛り返してきましたね。一つパスパイクを迎えた段階ですからね、はい、3000ゴールド差であれば問題ないように見えるんですけど、この構成的には問題ないと思いますね。よくぞここまで、BKT の あのアグレッシブな動きを耐え続けましたね。ああ、やはりちょっと回線ですかね。回線ですかね。さあここはどうなるでしょうかね。スイッチではなんか動いていると、今確認を取っている、あ、確認を取っているということですか、うん、はい、ちょっとじゃあ待ちましょう、こちらの方。ただこれ装備的にどうですかね。あ、行きましたね。シビル仕掛けていきましたよ。オリアンナがボット付近、さあマオカイが捕まっていますか。ルシアンウルトラダメージ一直線出しますが、硬いですね BKT。そのままの展開、スレッシュが一度後ろに下がってランタンを置いていますが、魔王界が出るからショックウェーブ、3人入った、今度は3人入った、ルシアンがトリプルキル、ルシアンがトリプルキル。さあスレッシュがボックスを置いて逃げるが、ここに追撃する、いけると判断が4キルゲット、クワドロキル、ルシアン一気に育ちました。そしてリーシンはリコール、サードタワーに行きたいがバロンは切れました。このままミニオンのウェブも来てます。そしっかりとルシアンがいますからね、はい、インヒビターまでネクサスまで行けるんじゃないですか。いや、ちょっと15秒というタイミングを見るとちょっと無理かなという感じがしますね。やはり一旦バックですか。そしてドラゴンが湧くという判断ですね。ここオリアンナのルトがルシアンとシビルに入るんですよね。しっかりと重なったところ、同じような位置したらしっかりと狙いましたね、はい。
あ、ちょっとじゃあ画面の方を一度ちょっと僕たちの画面に戻すということですね。はい、はい、一旦ですねこの画面のラグを、直すためにですね調整が入るようですのでちょっと一旦ですねお待ちください。